どうも、うずです。今日はちょっとですね、日光旅行行った時の後編の動画を編集してたんですけど、ちょっとね、一個ガジェット情報が入ったので、ちょっと動画でね触れていこうと思いました。で、速報ということで、本日2014年の8月29日、ニュー任天堂 3DS、3DS LL が発表ということで、ちょっとここにね、写真をざっと置いとくんですけど、新型といってもマイナーアップデートになりますから、完全なね、フルモデルチェンジではないんですけど、ちょっと興味深い記事だったんで、ちょっとお知らせしたいと思います。で、今回の 3DS、新しいやつ、何が変わったかってところが気になると思うんですけど、まあ、今までね、持ってる人は変化がわかるし、持ってない人は変化がわからないと思うんですけど、ちょっと変化のところをね、ちょっと iPad で読み上げたいと思います。で、まず、両機種とも、従来モデルとほぼ同じサイズのまま、右側の ABXY ボタンの近くに、C スティックっていうのが追加されるのと、ここね、カチ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 やれるとこ、ここに LR ボタンの他に ZL、ZR っていうもう一個ね、ボタンが追加されてます。人差し指のとこね。で、あとは Wii U ゲームパッドと同じく NFC に対応ということで、こう当てるだけでね、リンクしてくれるようなやつですね、チップに対応してくるそうです。で、ここちょっと重要なんですけど、プロセッサの方もバージョンアップするそうなので、今までね、 3DS ってこうアプリの切り替えするときにちょっともっさりしてるんですよ、反応遅くて。それがかなり高速化されるっていう話になってます。ここはちょっと嬉しいですね、 CPU の高速化で。ニュー任天堂 3DS の通常版ね、 LL じゃない方、こっちはモニターのサイズが約 1.2 倍に大きくなるそうなので、LL ほどじゃないんですけど、まあ、画面は大きめになるので、ちょっとここも嬉しいとこじゃないですかね。プラスニュー 3DS の方だと、着せ替えプレートって言って、ボディのパネルをね、変更できるそうです。 LL はこの機能ちょっとついてないそうです、新型の方で。その他は 3D のね、画面がちょっとブレ防止機能って言って、もうちょっと見やすくなるそうなんですけど、ここはね、うずさんちょっとあんまり期待してないですね、 3D 機能はあんまね。で、他は、3DS の時はここ下にね、ホームボタン、セレクト、スタートってボタンが3つ並んでたんですけど、これがホームボタンだけが真ん中に置かれて、セレクト、スタートはこっち側に置かれるそうです。正直この 3DS の下にある3つのボタンってちょっとなんかね、微妙かなと思ってたんで、今回の変更は嬉しいかもしれないですね。ゲームカードスロットも背面ではなくて、手前側左寄りになってるということで、今までね、ゲームソフトをこう押してパチッてやると飛び出しちゃうことがあったんですけど、左側手前ということで、それが少し防止されるんじゃないかなって思います。あとは無線 LAN の切り替えも、今までは側面にね、このスイッチ、物理スイッチでついてたんですけど、これがこの横にはもうなくなって、画面上で切り替えるっていう風になったそうです。物理スイッチではなくなったということで、これもね、まあこれはどっちとも言えないんですけど、まあ問題ないんじゃないですかね、シンプルになって。両モデルとも発売日の予定としては2014年10月11日ということで、モンスターハンター4の新作かなが同時の発売ぐらいになるんじゃないですかね、まあ、ちょっとキラータイトルとやっぱ合わせてきますね。あとバッテリーの駆動時間なんですけど、新型のその 3DSLL は公式発表だと 3.5 時間から7時間で、新 3DS が 3.5 時間から6時間かっこまあ 3DS ゲームプレイ時って書いてあるんですけど、で、新しい 3DS は約1時間、以前のモデルより時間が延長されたようなので、バッテリーの持ち具合も少し良くなったようですね。うずさんね、この 3DSLL を使ってますけど、バッテリーに関してはそんな不満はないです、今のところ。まあ大体ね、4、5時間は持ってる印象かな、ゲームやってて。すれ違い通信とかね、ずっと使ってるとやっぱり減りは早い気もするんですけどね。ただ新型の 3DS が出るということで、1個ね、どうしてもね、ちょっとね、納得いかないというかね、してほしかったことがあったんですけど、 CPU 良くするとかボタン配置変えるとか、そんなことはさておいて、ここですよ、ディスプレイの解像度、ここを上げてほしかった。すごく本当にね、グラフィックはっきり言うとしょぼいです。これは皆さん言ってますけど、 3DS のグラフィックはしょぼいです。解像度低いからね。で、解像度がこれがビータ並みの解像度になったら、それはもう買い替えだって普通に考えちゃうよ。うずさんまだこれ買ったばっかしだけど、きっと買い替えるよ。で、ただそしたらね、今までのゲームソフトは別に綺麗になんないじゃないかっていう人いるじゃないですか。そんなことないですよ、きっと。なんでかっていうと、今のブルーレイディスクレコーダーとか 4K テレビっていうのは、画像を補完して、要は足りないね、ドット数を補正して綺麗に見せる技術持ってるんですよ、各メーカー。それを利用すれば、今までのこのね、うずさんが今やってるね、女神転生4だってね、補完技術を使えば、正式な
ハイビジョン映像とかね、ならないんですけど、綺麗に見せることは可能なんです。だから任天堂さんは CPU はまあこれはいいか、これは重要だよ、 CPU は重要だけど、そのディスプレイを 1.2 倍にただ大きくするとか、ボタン配置を変えるとかにとどまらず、グラフィック性能を上げた、まあ、今時に普通にある解像度のディスプレイにして欲しかったなっていうのは熱くちょっと言わせていただきます。だってゲーム機としてライバルになってるスマートフォンとかの解像度も全然上ですもん。はっきり負けてるって分かりますもん、 3DS。 任天堂さん頑張ってください。いいソフトいっぱいあるんですから、よろしくお願いします。ということで、本日は急遽ちょっと 3DS の新作が10月に出るということで告知動画を作らせてもらいました。でこの後ちょっと動画の方もね、別動画もアップすると思うんですけど、とりあえずはそんな感じで、また別の動画でバイバイ。マジどうしようかな、 3DSLL 買ったばっかしだけど、ちょっと新作出るんだとそっちも欲しくなっちゃうよね。でもまあちょっとね、これね愛着湧いてるからね、やめとこう。